女性議員を生む妨げになっている壁は4つあります。1つ目は志を立てる壁。私たち世代は育児や介護で政治どころではありません。家族の反対もあります。また立候補するなら退路を断って覚悟を示すことが求められ、落選したら無職で大借金を背負うことになります。2つ目は候補者になる壁。日本には80歳を超えた高齢男性政治家が数多く存在します。また2世3世有名人や高学歴エリートたちが優先されます。選定する側が男性なので男性に好印象な女性が選ばれる傾向があることも否めません。3つ目は選挙の壁。電車が走り出す前から駅に立ち、終電の時間まで街頭演説をし、道行く人に握手を求め、チラシを配るのが基本スタイルでは、育児や介護の当事者は挑戦することすらできません。4つ目は両立の壁。政治家の一日は朝8時からの会議に始まり、毎週徹夜で国会質疑を書き、夜は飲食を伴う会合、週末は終日選挙区を回るため家族との時間はありません。私は子供が1歳と3歳の時に政治家になったため、彼女たちが自転車に初めて乗れるようになった日も、一番最初に歯が抜けた日も知りません。これでは暮らしと政策が乖離するばかりです。しかしもうそんな政治は時代遅れです。社会で働き